財布を落としてしまいました。どうも、キョウスケです。マジで財布を落としてしまいました。これから探しに行こうと思うんですけども、そのだまれマジで悲しいよ財布なくしたらやっぱもうね、辛いよね。でもそんなお金とかそんなに入ってないんですけど、やっぱりね、財布っていうのは人生に欠かせないものですから、なくしてしまったらやっぱ辛いんですよ。ということで今日は財布を探しに行くよ。行ってみよう。あ、取らない取らない、ちょっと、こんにちは。こんにちは。あの、財布落とした。あ、財布落としたっていう、昨日の3時から6時半にかけて、あ、落とした。なんか心当たりのある場所は、チャリこいでるときに間に落としたんで、いたところから入れて、これが引き物だと思うので、おまけ確認のためにいろいろ聞いていただきたい。うやうやしい。あ、そうです。人弁に右ですけど。間違いなく届いてるから。あ、今から届くから。これを出さんと。取った人はね、名前とかも教えなくていいですということと、はい、お礼もいりませんということだったから、一応もこれで終わりになります。いや、よかった。ということで、無事帰ってきました。嬉しいよ、マジで。中身も全部あったのよ。助かったね。もうほんとよかった、ほんとよかった、ほんとよかった。その帰りにイオンに寄ったわけです。じゃ、動画撮ってなかったんですけど、ほら撮りました。はじめしボール、いいな、欲しいなと思ってたんですよ、ね、奇跡で1回で取れました、まあ、対象年齢6歳以上クリア。変形変質やけどかす、あ、びっくりした。カキに近づけないです。変形すんのかお前。大丈夫です。よしやばい、あっあっ、ヨガファイ1位だ。ハッピーパースおつバツ。ありがとうございました。飾りなのでボールとして遊ばないでください。じゃあ開けていきましょう。今日は幸せな一日でした。それではまたお会いしましょう。